こんにちは、コストコガイドの浜美です。私はコストコが大好きすぎて、コストコブログやウェブメディアでコストコ専門ライターをしています。今回はコストコから帰宅後のルーティン作業の動画をアップします。まずはノルウェー産塩サバフィレです。こちら油のりが大変よくって美味しいので、結構我が家でリピ買いしている商品になります。結構売り場ではもうカチカチに凍って出したてそのままっていう感じな、もう冷凍状態ぐらいに近いサバがある時もあるんですけれども、今回は結構ちょっと出して日が経った日ですかね、加工日から次の日のものを購入したので、そうするとちょっとだんだんドリップの方が少し出てくるんですよね。なのでそういった場合はきちんとドリップをペーパータオルで拭いてあげると臭みが出にくいと思うので、それで冷凍していきます。こちらカークランドシグネチャーのペーパーですね。すごくよく吸い取ります。綺麗な状態だとこのラップも利用してくるんで、このラップで何枚か冷凍するっていうこともあるんですけども、ちょっと今回はドリップが強かったのでこのラップは捨てちゃいます。我が家は夕食で、もう2枚使って4人でこれを半分ずつにして1回につき2枚使用します。なのでもう結構近いうちに使うなというものに対してはもうこういう一番コスパの良い袋のこういった簡単なビニール素材のもので包んじゃいます。これでもうこの2つは早めに使っちゃいます。そしてこのラップを巻いてさらにジップロックという結構完全防備型は少し時間が経ってからでも使えるので、この2パターンに分けて冷凍していきます。お次はバナナを保存していきます。コストコのバナナはたっぷり量が入っているので、油断すると無残な姿になってしまいます。特に気温の高い時期は早めに保存処理をしておきましょう。ちなみにバナナの置き方ですが、普通にボンと置いてしまうよりアーチ状に置いた方が若干長持ちします。普通に置くとバナナと台が触れている底の面から傷みが早くなります。あと S 字フックでぶら下げておくのも良いですね。本当はバナナスタンドなどあると良いのですが、我が家にはないので S 字フックでぶら下げています。より長持ちさせたい場合はバナナを1本ずつ新聞紙で巻いて冷蔵庫の野菜室に入れておきましょう。バナナは気温が低すぎる場所が苦手なので、牛乳などを入れる普通の冷蔵室よりも少し温度が高い野菜室の方が長持ちします。新聞紙の代わりに保冷バッグに直接バナナを入れて野菜室で保管しても OK です。保冷バッグにより程よく温度が調整されて、またバッグがクッション代わりとなり、バナナを優しく守ってくれます。あとは冷凍してしまう作戦ですね。まずは皮を剥いて使いやすいようにカットしてしまいます。我が家では朝のスムージー作りに冷凍バナナを活用しています。凍ったままミキサーに入れると氷を入れずに冷たいスムージーが作れます。バナナの他には冷凍させたリンゴや生のレモン、コストコで買った有機フルーツ青汁とミネラルウォーターを入れて作ることが多いです。そのまま冷凍バナナアイスとして食べることもあります。お次は人参。
コストコの人参はたっぷり量が入っていますが、タイミングによっては少し傷みが早そうなものが入っている時もあります。購入後はそのまま袋に放置せず、一回中身を確認すると良いと思います。鮮度を見ながら早めに使った方が良いものと保存するものに分けていきます。人参はそのまま冷蔵庫に入れるより新聞紙を巻いて葉っぱの出る方向を上側に立てて保存した方が長持ちします。より丁寧に保存したい場合は新聞紙ではなくキッチンペーパーで包んでポリ袋に入れるという方法もあります。お次に冷凍用に切っていきます。まず人参を洗ってからピーラーで皮を剥き洗います。そしてどんどん切っていきます。冷凍すると食感が変わるので細めに切るのがおすすめです。私は細切りの場合はスライサーで切ってしまう場合が多いです。このように冷凍しておくと冷凍庫から出して包丁を使わずにさっと料理に使えるので便利です。きんぴらや豚汁などに使えます。ジップロックに薄切りの生肉を入れて、玉ねぎや人参、焼肉のタレを入れて冷凍しておくこともあります。細切り人参は干して乾燥人参を作ることもできます。長持ちするのでおすすめです。干し人参はお味噌汁などに入れて使ったりします。少し痛みのあった人参は乱切りにして本日中にカレーに使いたいと思います。切り終わった人参はジッパー付き袋に入れて、なるべく空気を抜いて冷凍庫に保管します。お次は牛豚合いびき。コストコの合いびきは赤身率が 80% なんですよね。他のお店だと脂肪がちょっと気になるっていうひき肉もあるので、そういった方はコストコの合いびき肉がおすすめです。注意点としてはひき肉は傷みが早いので、購入したらできるだけ早めに保存作業をすることです。今回購入して翌日の消費期限当日に作業したのですが、購入当日よりかなりドリップが出てしまいました。我が家では多めにドカンと保存する場合と、小分けに使う場合、そしてハンバーグを作ってから保存する場合の3パターンに分けることが多いです。ハンバーグも事前に形成しておけば、料理がめんどくさい時もさっと焼くだけなので便利です。お弁当用に小さめサイズに作って焼いてから冷凍すると、忙しい朝でもレンチンだけでハンバーグが作れるので便利です。今回は生のまま冷凍します。生のままだとハンバーグからメニューを変える時にも使うことができます。袋の上から菜箸なので軽く切れ目を作っておくと、使いたい時にパカッと割って少しずつ使えるので便利です。以上、コストコ購入後のルーティン作業でした。私はコストコが大好きすぎて、コストコのお得情報や裏技などをちょっとマニア的にブログで発信しています。Twitter や Instagram でもコストコのお得情報を発信しています。URL を概要欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。YouTube のチャンネル登録やグッドボタンを押していただけたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。